マーロン・ヘアストンはアメリカ合衆国出身のサッカー選手。コロンバスクルー所属。ポジションは MF。2014年1月、MLS スーパードラフトで1巡目にコロラド・ラピッズに指名された。3月29日のスポルティング・カンザスシティ戦でプロデビュー。8月20日のロサンゼルス・ギャラクシー戦でプロ初ゴールを決めた。2015年4月2日。 ユナイテッドサッカーリーグのシャーロットインディペンデンスにレンタル移籍。2019年1月12日、総額17万5000ドルの金銭トレードでヒューストンダイナモに移籍。2019年11月13日、ダルウィンキンテロプラス 2020MLS スーパードラフトの第3ラウンド指名権と引き換えにミネソタユナイテッド FC へ60万ドルの分配金とともに トレードされた。2021年3月3日、コロンバスクルーに移籍した。2013年4月に初めてタブラモス監督から代表キャンプに招集され、U-20 チームのトレーニングに参加した。1ヶ月後、トゥーロン国際大会の参加メンバーに選出されたが、出場機会のないまま大会を終えた。2018年1月8日、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表との親善試合で、 フル代表チームの招集を受けた、プロバスケットボール選手のラマーカス・オルドリッチはいとこ、ありがとうございます。